ホーム、那覇り駅は、高知県秋郡那覇り町大津にある、土佐路塩鉄道5面、那覇り線の終着駅。駅番号は、GN21。国鉄朝線として建設が進められていた当時は、この駅からさらに、室戸や菅の浦駅を経由して、阿南、徳島方面に向かう計画となっていたが、土佐路塩鉄道の路線として建設されたのは、この駅までとなっている。 短式一面一線のホームを持つ、高架駅であり、到着した列車がそのまま折り返す構造。夜間停泊はない。当初の計画では、室と艦の裏方面に延伸できる構造としていたが、着工時に計画を変更し、延伸しない前提の構造となった。秋駅管理の簡易委託駅。出発窓口の営業時間は8時から17時、自動券売機設置。 列車の停車時間は短いが、夜間は40分から1時間停車する列車がある。改札口とホームは3階にあり、改札口を通るとすぐにホームに出る。3階までは階段階エレベーターで上がる。那覇り港一帯は、港オアシスの登録をしていて1階の物産館、一軸は、港オアシス那覇を構成する施設の位置でもあり、ごめん。 那覇里線のグッズも扱っている他出卓業務も受託している。2階は町民ギャラリーとなっている。3階には海側に面した眺望の良いオープンデッキスペースとイタリアンレストランがある。駅北側には国道55号が通り、国道沿いに喫茶店や銀行、コンビニエンスストアなどがある。駅の北1 5トルに 穴に秋自動車道北側なはり道路の柴崎インターチェンジがある。名称は名はリコちゃん。駅員の服装の女の子で衣装のデザインはごめん駅のキャラクター、ごめん駅おきみとお揃いとなっており、帽子にはなはりと記載されている。このキャラクターのモニュメントは西側道路沿いに設置されている。バップが発売するごめん、なはり線記念ソング、いいなぁ。 秋というアルバムに、ルンルンなはりのタイトルで、なはり駅に関するオリジナルソングが収録されている。このオリジナルソングもイメージキャラクターと同様に、柳瀬隆が作詞、作曲した。ありがとうございます。